皆さんこんにちは。今回は K の電気自動車として新たにラインナップに加わった日産サクラをご紹介します。日産サクラは軽自動車の小回り性能を持ちながら電気自動車ならではの加速感と運転支援技術で毎日の生活にワクワクをお届けします。それでは日産サクラの車両開発責任者のバンさんに話を聞いてみたいと思います。バンさん、まずはこの日産サクラという名前、とても可愛くて印象的なんですが、どういう由来でつけたのでしょうか？はい、サクラって日本を代表する花の一つですよね。このサクラもですね、日本を代表する電気自動車の一つになるように名付けられました。日本において市場で 40% が軽自動車なんですよね。で、日産自動車としては電気自動車をもっともっと拡大したいということから、どうしてもこの軽自動車のセグメントにも電気自動車を入れたいということで、今回サクラを投入したわけです。そして今回は色もとても綺麗なカラーが揃っていますよね。そうですね、今回カラーバリエーションの中に4シーズンズカラーという4色のですね、季節を意識したカラーもですね、ご用意しています。はい、今日は試乗をさせていただけるということなので、とても楽しみにしています。よろしくお願いします。じゃあ早速試乗に行きたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。なんかこうすっきり感ももちろんありますし、広く感じるんですけれども。ああ、そうですね、はいはい、全体的に薄くこう横に広げることによって前の視界もいいですし、特に今回前面をファブリックで覆ったインストで、はい、継ぎ目のない素行にすっきりとした空間、そしてこのカッパーの色、はい、こういったところもですね、上質なこうプライベート空間を作るというのが今回サクラの開発の目的だったので、そういったところに非常にこうこだわって作ってます。はい、では早速試乗に行きたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。ぜひこの走り出しの音を、はい、車内がとっても静かですよね。そうなんですよ、はい、今回このサクラ、この静粛性、ここに本当に非常にこだわって作ったポイントなんですよね。はい、このサクラに搭載しているモーターをですね、はい、できる限り音を車体に伝えないように、うん、な最適な位置にマウントしたこと、はい、それによってアクセルを踏んだ時の走り出しの音というのが非常にこう小さくできたんですね。なるほど。そして、まあ、街中の走行なんですけれども、はい、とにかく運転しやすいですね。そうですね、はい、まあ、今回サクラには、はい、デイズのターボエンジン車の約2倍となっている195Nm という最大トルクを発生するモーターを搭載しているんですね、うん、はい、でこれによって非常にこうアクセルを軽く踏んでも車がスッと前に行くように作っていて、はい、でもう一つ日産自動車の DNA と言ってもいいのは、そのモーターをのトルクを制御することなんですね。そのモーター制御の技術っていうのが非常に日産得意なところで、普通これだけの大トルクを発生するモーターを乗せるとですね、どうしても車がガタガタ振動してしまいがちなんですけども、それを1万分の1秒というものすごく細かい制御をすることによって、どなたが運転してもアクセルペダルをスッと踏んだだけで車がスッと前に出る、そういう車に仕上がってます。いや本当そうなんですよね。踏んだらスーッと加速していく感じ、特にやっぱり軽自動車って今まで頑張ってるんだな、うん、ね、車が、はい、みたいに感じる瞬間ってあったんですけれども、はいはい、そういうペダルとの遊び感みたいな隙間も感じないですし、そうなんです、駆動モーターの反応っていうのが、はい、そのモーター制御と合わせて非常によくできていて、アクセルを踏んだ時にすぐに車が反応してくれる、はい、ここがですね、この電気自動車、日産のいわゆる電気自動車の特徴でもあってですね、このサクラにもですね、その DNA を受け継いでるんです、はい、じゃあこれから坂道の続くシーンがあるので、はい、Eペダルステップのスイッチをオンして走ってみましょうか。はい、
シフトレバーの右側にスイッチがあります。はい。これから、はい、ちょうど上り坂ですね、まずは。はい。この加速感、力強さ。そうですね。はい。に驚いてます、はい、今。このモーターの大きなトルクをですね、はい、この坂道でも十分お体感いただけると思うんですよね。いや、なんかこう全く上り坂だという感覚がないぐらいに登っていけます ね、 そうですよね。さっきまっすぐのフラットの道と全然変わらない気がします。ここはもう従来の軽自動車では絶対に味わえない加速感が出てると思います。はい。じゃあここから高速に入ってみましょうか。はい、これちょうど高速に乗るまで入り口の上り坂、はい、結構急ですよね。ですよね。でも全然ストレスないですね、ここの加速感。そうなんですね。じゃあ今回さくらにも搭載されてるプロパイロットも、はい、今回このさくらは、はい、緊急停止支援システム付きのプロパイロットになってるんですね、はい、で万が一の時の重大事故を防ぐと。やっぱりそういう機能がついているっていうだけで安心ですよね。そうですね、はい。はい、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。帰ってきました。いや本当に楽しかったです。こう軽自動車って電気自動車にぴったりなんだなっていうのを思いました。ありがとうございます、はい、どうですか晩さん、どんな方にこれ皆さんに乗っていただきたいですか。やっぱりみんなに乗っていただきたいんですけど、はい、これまで電気自動車を避けられてた方、そういった方にもですねぴったりの車だと思うので、一度、乗っていただいて、このさくらの良さっていうのを体感していただけたらなと思います。はい、今日はどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。いかがでしたか。日々の生活に運転する楽しみをもたらす K の電気自動車日産さくら、皆さんもぜひお近くのお店でお試しください。それではまた次回お会いしましょう。